はいゲーームコレクターのです。す。チャンネル登録よろししくお願いします、まあ、いまつもね、えー、とファミコンのねロットロットとかエグゼトエグゼスのまあい,いいスコアを出して応募券出してこう送るとまあ、ステッカーが来るみたいなねそのステッカーが価値があるよみたいなねなんかこう。 カセットにね、そのシールを貼っても、貼らないでも、まあ、貼らない方が価値が出てるよ、みたいな、そんな話が世の中でね、はびこちたりするんですけども、他にもいろいろね、いろんなファミコンソフトに非売品あったよ、みたいな話を、こう、どんどん混ぜ返していくと、まあ皆さんがね、っていうか、そういうコレクターさんたちが、あ、これもある、これもあるって、こう、注目するんじゃないかということで、まあ今回もね、混ぜ返しやっていこうかと思います。はい。ということで、 まあちょっとね、あの予習というか復習というか、あの、バンダイのね、ファミコンソフトっていうと、結構ね、こういう表記があったなっていうのを思い出す人もいると思うんですよ。これファミリートレーナーのね、カセット、あ、箱にね、ここ、バンダイ暮らしの教室、社会シリーズその25とかがね、こう載ってたりするんですけども、まあここに載ってるのはね、 えー、電車ではお年寄りや体の不自由な人に席を譲りましょう。足を投げ出したり、座席を広く取ることはやめましょう。というね、書いてあったりするわけですけども。で、これエアロビスタジオだとね、ここにも、やっぱここにあるんだけど、ここ何が書いてあるかっていうと、社会シリーズその18。自転車に乗るときは、2人乗りや2台並んで走るのはやめましょう。歩道を走るときは、 歩いている人に気をつけましょう。これ違うことが書いてあるんですよね。しかも番号的に、ランニングスタジアムではこれ25だったのが、これエアロビスタジオだと18だったりしてね、全然こう、ね、あの <laughs>、順番になってなかったりするんだけど、まあ、で、これがまたジョギングレースになると、ジョギングレースになると、今度はね、家庭シリーズ、ご視聴し社会シリーズ、 だったんですけど、今回ね、今度は家庭シリーズになってて、このその28。友達と遊ぶときは仲良くしましょう。遊ぶ時間やルールを守り、楽しく遊びましょう。って書いてあったりしてね。じゃあ、あの、迷路大作戦はどうかっていうと、ここには、えー、と社会シリーズその2。結構若い番号になりましたね。道の真ん中を歩いたり、道いっぱいに並んで歩くのはやめましょう。よそ見をしながら、 道を歩くと、えー、危険ですっていうことでね <laughs>。これ毎回違うわけです。まあ他も探していただければいろいろあるだろうしまあね初期のファミコンのねバンダイスタイトルにはないかもしれないけど後期の方に行くとまあちょっとこう掲載されていたりする場合があります。はい。でねこれをちょっとね遡ってみるとどこで出てきたんだろうっていう風に思ったわけですよ。そしたらここにありました。ゲゲゲの鬼太郎。 妖怪大魔教。だから、ゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔教は、まあ、4番なのでね、若いんですよ。だから、えっ、ー、と、お化けの旧太郎ワンワンパニックがあって、まあ、ち超軸要塞マクロスがあって、で、あ、違う違う違う、え、筋肉マンマッスルタックマッチがあって、えー、超軸要塞マクロスがあって、えっ、ー、と、えー、なんだ、今もう一回、もう一回あ、えっ、ー、と、お化けの旧太郎ワンワンパニックがあって、 で、これ95年が3タイトル出て、96年に出てきたのが、まあ、ゲゲゲの鬼太郎って、まあそういう流れになるわけなんですけども、だから、ファミコンのね、あの、バンダイタイトルとしてはいずれにしても4番、<laughs> 4番のタイトルなんですけども、じゃどこに書かれてたかですけども、 パッケージにはないんですね。あちなみに、ね、バンダイのパッケージって割とこの注意表記的なね、ものとかバーコードとかこの部分に結構場所取るので、あの商品説明が小さいことで有名です。あの皆さんね、他のバンダイ系列の会社のね、タイトル一通り見ていただければいいんですけど。で、トリセツ。 トリセツもね、まあふつ、割と普通のトリセツなんで、てかそんなにね、当時のトリセツ分厚くないんで、まあ、全部見るのも簡単に見れるんだけど、いや、何もないじゃん、何もないよねなな、なんてね、思ったりするんだけど、最後のページを見るとね、こう結構ね、あまだ、こっちか、結構ね、すごいこと書いてあったりするんですよ。お断り。 商品の企画生産には万全の注意を払っておりますが、ゲーム内容が非常に複雑なため、プログラム上予知できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、 弊社までご一歩くださいとかね。<laughs> 結構大げさなこと書いてあるんだけど、まあ、あの、チェックしろよとかね。いや、その86年ごときでね、複雑って言われたらその後どうなんだよとかいろいろ突っ込みどころはあるんだけど、まあ、とにかくそういう時代だったわけですよ。まあ、ちなみにこれね、多分、太郎じゃなくて、お化けの旧太郎でも多分似たようなこと書いてあったはずなんだけど、いいんですよ。とりあえず取説にはなんもなかったんだけど、じゃ、な、何をね、僕が今、<laughs> あの、見つけたって言ってるかっていうと、これです。 ゲゲの鬼太郎、妖怪大魔教、テクニック集ということで、まあ、こちらの紙にね、あの、あったわけですよ。ここ、ここにありますね。なんて書いてあるかっていうと、バンダイ、暮らしの教室、家庭シリーズ、その28。あ、さっき家庭シリーズと社会シリーズあったけど、家庭シリーズ、28。あ、ジョギングレースと一緒だ。 同じだな、えー。友達と遊ぶ時は仲良くしましょう。<laughs> 遊ぶ時間やルールを守り楽しく遊びましょう。ということで、なんか同じことが書かれていました。だから、まあ、どういう区分けにしてるかわかんないけど、ちょっとね、 当時の番台の他のおもちゃ関係のグッズとかにもしかしたらこれが入ってたかもしれないんだけど、まあ、多分いろいろこうランダムに入れてるんでしょうね。ということで、あの、僕のね、このテクニック集にはこういう表記がありました。<laughs> はい。でね、これ、一応テクニック集ということで、スペシャル技や鶴ビーのコントロールテクニックをマスターして高得点を挑戦、高得点に挑戦しようということで、一応テクニックが書かれてるんですけども、 そこはどうでもいいんです。テクニックが書いてあるページはどうでもいいんです。これは皆さん手に入れてね、見ていただければいいんだけど、最終ページ、ここ、ここ、特製コントローラーケースプレゼント。これが非売品なわけですよ。<laughs> まあ、いろいろとこう、ね、違う、暮らしの教室で引っ張っただろうって言われるそうなんだけど、暮らしの教室が、 で、初めて入ったのが、一応これだから、ちょっとこれ内容物的にもともと入ってたんだろうなっていう推測のもと話をしています。はい。ということで、非売品、えっ、ー、と、コントローラーケースプレゼント。コントローラーケースですね。コントローラーケースいるのかなコントローラーってファミコンの本体の横にカシャってはめるから、ケースいらない気がするんだけどな。まあまあいいや。で、一応応応応募方法。ハイスコアが表示されたテレビ画面を えー、写真に撮り応募してください。ということで、写真ですよ <laughs>、ね。いつもね、あの、なんだ、頭脳戦艦があるとかね、ボルガード2とかね、あと何だったっけ。まあ、いろいろとこう、ね、ありましたよね。 はい、ハイスコアを写真撮るっていうのがいかに大変かって話はもうすでにしてるんですけども一応これもねテレビ画面をね写真撮らななきゃいけけかったわけです。で住所氏名年齢学年応募クラス性,え性別学校名または職業電話番号を書いた紙を写真と一緒に送ってくださいということで。 まあここで気になるのは多分応募クラスだと思うんですね。まあそれ以外は普通ですよね。学校名か職業っていうのは要は学生か社会人か両方とも送れるっていうことですね。で、応募クラス。中学生以上、小学校4から6年、小学校3年以下と3段階に分けて各クラスごとに順位を決定 <laughs> ということなんで、まあある意味ね、大人がね、あの、小学校4年、 いや小学校3年生以下とかで応募してね。<laughs> まあ、順位入ってもいいんだけど、まあ、いろいろ多分、こう、ね、ランキングの結果とかいろいろあったんでしょうね。で、ちなみに、えっ、ー、と、締め切り日がね、5月31日、6月31日,日、あ、30日、7月31日の3回集計ということになってます。はい。で、到着分のみ有効ってことですが、まあ、最初はちょっと余裕、でも、最後の方が一番余裕があるから。いつだ、いつ出してもいいっていう意味ではね。 ということで、これが入,選入賞者発表が、えー、週刊少年マガジン30、34、38号と、コミックボンボン8、9、10月号市場で発表ということで、だから当時としてはやっぱコロコロコミックと、その、ね、いろんなゲームなりキャラクターなりの展開っていうのがいろいろある中で、まあ、そうだな、番台としては、まあ、マクロスはちょっとよくわかんないんだけど、 キン肉マンでジャンプ。で、お化けの9太郎で、まあ、学年誌かな、小学館のコロコロとかかな、とかで、鬼太郎で講談社マガジンとかボンボンをこう、ね、と組んだっていうような感じの見え方がしてきますよね。結構こう、戦略的な感じが、<laughs> わかんないけどね、実際は。まあ一応そういう感じでありましたと。だからこれはマガジンと、まあ、週刊少年マガジンとね、えー、とコミックボンボンなんでね。 月刊誌と週刊誌でこう、と一緒にやったということになります。で、一応応募先にね、えっ、ー、と、バンダイゲーム情報局ゲゲゲの鬼太郎チャンピオンシップ係ということで、うん、チャンピオンシップ、うん、はい。で、えー、入賞商品が特製コントローラーケースと成績認定証、各クラス上位50名、合計150名毎月。ということは、 各クラスで、名で,しょでえー、っと、合計150って毎月って書いてあるけども、1 5 0る3ヶ月ってことだよね、だから。だから、三百、あ四450のコントローラーケースと、あと、成績認定証。認定証だから多分名前入ったりね、いろいろするんでしょうけど、一応そういうものが、まあ、世の中にね、存在するのかなというところです。 であとはトロフィー各クラス月間チャンピオン合計3名だからこのトロフィーはね、えー、9名様9個存在するのかなというところなのでぜひね皆さんあのこれこそ価値あるんじゃないの、ね、ラベルとかと違ってトロフィーだよトロフィー、ね、これ気になりますよね当然コントローラーケースっていうのがもう、ね、いろいろと、ね、今までいろいろあの 発表というかね見て、調べてきた中ではで、450っていうのは、まあ多いのか少ないのか分かんないけど、まあ数がはっきりしてるってのもあるんだけどで、あと成績認定証、これもね、数がはっきりしてるっていうのもあるんだけど、トロフィーっていうのはね、これ、まあ3名とける ×3 ヶ月だから9個。だからこの辺をね、ぜひ、あの、 狙ってね、あの、皆さん探して、探し出して、価値をね、見いだしていただければと。これ見つけた人はね、本当にね、トロフィーもののね、あの、功績を称えられるんじゃないかという。まあ、当然、当時ね、あの、参加して、と、本当に取った人が一番価値があるんだけども、これをね、あの、今からこう、世の中に出してきた人ってのは、さらにね、価値が上がるんじゃないかと思うので、ぜひ、コントローラーケース、成績、えー、認定証、 トロフィー、この3つのねゲットを目ず是非目指して頑張ってください。ということで、えー、このチャンネルに応援頂ける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、えー、僕,にコメントあ僕に質問があったりとか、えー、こんな企画やってほしいというのがあり,ありましたらコメントいただければと思います。また、えー、拡散して頂けるとね大変助かります。ということで以上さキかんでした。